全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。自転車で遠出しました。自宅は埼玉県ですが、上野まで自転車で行きました。片道20キロほどあります。今はまさに紅葉シーズン。気温も穏やかで、ついつい外に出たくなりますよね。普段から自転車に乗ることが好きなのですが、思い切って遠出したくなり、気がついたら自転車を漕いでいたというわけです。どうして上野かというと、僕は極度の方向音痴なんです。地図が読めないんですね。昔友達から国道4号線をひたすらまっすぐ行けば上野に着くよと言われたことを思い出したんです。本当に上野に着くのかという疑問がふつふつと湧き上がったんですね。よし、確かめよう。ですので、ひたすら4号線を走り続ければ着くであろう上野に決めたわけです。ひたすら4号線を走り続けました。道路標識には上野まで20キロと表示されています。走り続ければ続けるほど上野までの距離がだんだんと近づいていきます。気がつけば4時間ほど走ったのでしょうか。無事に上野に着くことができました。本当に着くんだ。なんか達成感を感じましたね。電車で行けば30分もかからないところで着くのですが、わざわざ4時間もかけて行く。はたから見たら無駄な努力と思われるかもしれませんね。でもこの時、結果というよりはプロセスの方が大切だったんです。上野に着くことはあまり重要ではなく、そこに至るまでのプロセス、つまり自転車の小旅行が目当てだったんです。自転車で走っていると、普段見慣れない景色がとても新鮮で心をワクワクさせます。こんなお店があったんだ、このラーメン屋さん美味しそう、この公園綺麗だな、あの車かっこいい、いろいろな刺激があり、普段味わえない景色を楽しみました。障害年金も同じことが言えるのではないでしょうか。あなたは障害年金を申請する目的は何ですか？ただ障害年金を申請することが目的ですか？違いますよね。障害年金を無事に受給することが目的ですよね。単なる申請なら、ケースワーカーやそのあたりにいる社会保険労務士にだってできるでしょう。でも結果はきっとあなたの納得のいくものにはならないと思います。そんな、我々は単なる手続き代行ではありません。結果を何より重視しています。あなたが障害年金を受給できるよう日々自己研鑽し、仕事に励んでおります。本気で障害年金という経済的安心を得たいと思うなら、まずは障害年金の無料判定を受けてみてください。今一度問います。あなたは障害年金を申請する目的は何ですか？うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。